一番やっぱしんどいのはやっぱ朝さんだと思うし、別にその僕がキャプテンになったからどうっていうのは正直なところ、何がどうっていうのは正直ないと思うんで、その朝さんからその前がキャプテンやってくれへんかって言われた時に、その僕の負担がどうとかこうとかってより、本当に朝さんが一番苦肉の選択だったと思うし、僕が少しでも助けてあげられる部分があればなと思って引き受けましたし、僕がそのキャプテンを引き受けたから僕自身にこうどうとかっていうのは正直感じなかったし、まあみんなを支えてあげられればもちろんいいんですけど、まあ朝さんをやっぱり僕が支えられるように、一番支えられるようにできたらいいなと思って引き受けましたそうですね、そのなんかこう変にこうサポートをこうしようとしないとこが良くて、いつも通りこうなんかのろけとかじゃないですけど、本当に自然体でいてくれる一人で、すごい楽ですね。あの全く違う、でバスケも全然詳しくなくて、出会った時も僕のことは全然知らなくてそのなんていうやろ、普段本当にこうナチュラルの自分でいれるというか、こうカッコつけなくていいというか、こう協力し合いながらご飯も作ったり、あそれもまたすごいですね、はい、いやいやいや、僕そういうのは苦じゃなくて、大体もう全部こう一緒にやりますね、洗濯も一緒にやりますし、ご飯も一緒に、はい、そのなんかどっちかに偏るってことは今はないように、向こうも仕事ちゃんとしてるんで、もうお互いがこう半分半分一緒にこなすっていう、はい、なんかベージュ関白かなと思って、ああそうよく言われるんですけど見た目が怖いからってよく言われるんですけど、そんなこと、まあ嫁は何と思ってるか分かんないですけど、全然そんな亭主関白っていう、はい、その去年とヘッドコーチがまあもう変わったんですけど、変わってこうアップの仕方とかも変わって、それをやるタイミングがなくなっただけで、僕はずっとこうやりたいな、その本当に去年すごいこう盛り上がってて、そのアップに対してみんながすごい喜んでくれてて、で今年も継続してやりたいなと思ってたんですけど、こうアップの形が変わっちゃったんで、できなかっただけなんですよ。でまた朝さんになってアップも去年のアップに戻ったんで、できるようになったって、はい、じゃあ存分に、はい、わちゃわちゃ、はい、そうですね、まあ本当にこう戦う前の雰囲気ってすごい大事で、まあ、一つのルーティーンとして僕がそういう風なのを一緒にその選手、僕含めて選手とやることによって、あ今日もこうこれをやったからいけるなっていう一つのこう流れを持っとくと、こう安心してコートに入れると思うんですよ、僕自身も、うん、試合前にふざけてるって言われると本当に言い返せないんですけど、モチベーションも上げてると、そうですね、こう気持ちの分でこう整理しながら戦えるような、まあ、環境っていう意味で、やってる、はい、そうですね、几帳面は几帳面な部分はありますね。奥さんからと言われますと、嫁からは特にはないけど、やっぱでも気分屋は気分屋ですね、その自分が好きなことに関しては率先して何でもやるんですけど、なかなか自分が好きじゃない、興味がないものにはこうなかなかこう手が出せないと言いますか、例えばここもう食べるものも決まってます、どこどこの店に行ったらもうこれ、あもう自分でも、あそうだからもう興味があるものにしか興味がないんで、結構ルーティンとか、あもうめちゃくちゃありますね、はい、その試合までの流れもやっぱりいっぱいありますし、それをこなして試合に行くんで、家出る前から、ほう、はい、またそれは次回の話題です、はい、今で岩手戦が終わって3分の1が終わったんですけど、チームとしてもまだまだ未完成の中で、本当にこう最初歯がゆい思いをさせたと思うんですけど、これからどんどんこうチームとして上がっていくところを見ていただけたらなと思うし、キャプテンとしてもこうチームをしっかり引っ張っていけるように残り試合全力で戦っていきたいと思うんで、今後もよろしくお願いします。